皆様、アニョッスです。本日から3月突入。気温も一気に上がりましたね。マジで今日は暖かい。はい、それでは本題。本日は久しぶりのあのお方が。まずはどんなアプリなのか見ていくぞ。はい、変なのやってきました。名前ないとあれなので、マイクマンって呼びます。ぜひぜひ、説明お願いします。おい、盛り上がる要素なかっただろ。ふむふむ、なるほど。あれかな？さっきは正解の選択肢を選んだから盛り上がったとか？あ、そういうことね。それで正解っぽいな。選択肢、今もまさに出てきました。また盛り上がった。オッケー、いい感じに返答していけばいいんだな。マイクマン、ここでちょっと反抗。素直になりましょうって怒られた。とにかく、変な選択肢は選ぶなということだな。お、素直になったじゃないか。どうやら、選択肢によって結末が変わってくるみたいね。言ってないちいち。この言い方からして、何かはありそうな感じ。お、ここで初めてのブーイング。ライフ、これか。返答を間違えるとライフが減って、ライフが尽きるとゲームオーバーか。うんちうんちって。はい、こんなこと言ったら当然マイナス。おしおし、それでよろしい。マジか、一発でライフ全部なくなる答えも。はい、これでチュートリアルみたいなのは終了。それでは久しぶり、あのお方のご登場です。最近じゃ全く見なくなりましたが。のののむらー。出ました、一世を風靡した号泣おじさん。そんなの野々村が告白するとこうなります。告白する前から号泣。これから愛の告白をするというのに。告白前に鼻水をなし。これには女の子もドン引き。お、でもめっちゃ優しいな。野々村、せめて自分で噛んでくれ。いや、そんなんで盛り上がんなよ。優しい女の子のおかげで、なんとか落ち着いたようです。さあ、落ち着いたらあとは告白じゃ。うんうん、いい感じいい感じ。さあ、勇気を出していけるか？いや、それ声に出しちゃダメなやつ。お、でもついに告白よ。と思ったら、なぜか質問攻めの女の子。のののむら、この威圧感に負けてつい。怒ってるか聞いた結果。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。